今日はタロットで占いたいことは、パリオリンピック2024年、この後、どのように進行していくのか、占ってみたいと思います。うまくいくのか。私は、器械体操がさ、8月5日までなんですね。ちょっと気になるなと思うけど、チケットさ、順番待ちっていうか、そういう申し込み方をしないと手に入らないみたいな、もう、全部満員で。器械体操は確か、ベルシーかな？私、行ったことある、パリ・ベルシーって、よく、テニスでさ、ベーヌペーってやりますよね。テニス行ったことありますね。ジョコビッチ見に応援しに行った。その時、錦織選手も出場してて、何か途中で、怪我して、で、途中で退場したっていうのを、ちょうど、私が、そう、ジョコビッチを応援しに行った時、ちょうど、入った時、会場に入った時、まあ、室内の会場なんだけどね。ちょうど、倒れて、トレーナーの人がマッサージしてる最中だった。錦織さんに対して。その後、棄権したんですけどね。で、その後、次の週に、ドイツ対フランスのサッカーを、サンズニーのあそこの試合見に行こうと思ってたんですけども、なんか直前に疲れちゃって、テニスに行ったからだと思うけど、なんか疲れちゃって、行くのやめたんですよね。そしたら、テロ事件が起きたんですね、その日。ほら、行かなくてよかったと思って、ちょうどね、ネットでこう見てたら、試合見てたら、なんかいきなりみんながやめちゃって、そう、ドイツとフランスの選手たちが何もしないでずっと、そう、やめてるっていうところをちょうど見たんですよ。で、何が起こったのかなと思ったら、オランダ大統領が、とてもセキュリティの高い場所にいたのね、周り。だから、どんなに銃で撃っても、ガラスの中で見てるみたいな。そのガラスは防弾になってるから、撃たれても全然大丈夫な。だから、そういうね、設備の整った場所にいたわけです。大統領がそこに行くっていうことになったので、あ、これってなんか、大統領ももしかして迷ってこの、テロを知ってたかもしれないと思って、なんとなくね、私はそう思ったんだけど、もう防弾チョッキとか着てたと思うし、でもそこには結局予告はされていたけれども、何も起こらなかったって、他の場所であったんですよね。カンボジアレストランと、あとコンサート会場、リピュビリックの方の、そうね、どこだっけあれ、どこだっけあれ、忘れたけど、駅の名前忘れたけど、レクビリックからちょっと行ったところの地下鉄のメトロのところで、そう、シャロンヌっていう通りね、っていう感じで、ありましたね。だからそこら辺のところは覚えてる。いろいろありましたね、あの頃。何年？ 15 年頃。でもさ、来年になると、2025年になると10周年みたいになって、あとは何か風刺画とか書いてる出版社が何かやられましたね。だから、おふざけっていうか、ちょっと、フランス人っておふざけが過ぎるからさ、例えば、今回のオープニングでも、オリンピックのオープニングでもちょっとさ、そう、おちゃらけたね、パフォーマンスしたんですけど、もしかしたら見てる側からして、イラッとくる、その宗教のね、立場によって、だからイスラム教をディスるような、何か、風刺画を描いた、ね、その、雑誌社の人たちが、銃撃事件に遭うとかさ。そこまでして、フランスっていうのは自由とか言いながらいろいろとやってるんですね。目立ちたがり屋の人たちが多いから、そういう、ね、作っていく人たち、そう、クリエイトをしていく人たちがそういう体質だからだと思うんですけど、どうなるか分かりませんが、ちょっと占ってみようと思います、この先。だってさ、例えば、
キリスト教をさ、ディスったわけじゃない、今回は。最後の晩餐とかさ、パロディじゃない。あとは、なんだっけ、だから、その、イスラム教をディスった、ね、風刺画とかの時は、その後、事件があったわけで、この後どうなるか見てみたいですね。では行きましょう。ケルト十字法で占っていきます。早めにやりますね。また途中で切れる、これ。ああ、タワー出ました。タワー、いきなり。タワーっていうのは、だから、塔っていう意味なんだけど、雷とか稲妻っていう意味ね。この後フランスがどうなっていくか。何かね、オープニングで国旗がさ、フランスの国旗ってさ、銃と、色があるんですよ。青と白と赤って、だから、友愛と、それから、そうですね、いろいろ、色が変わってた、ある場面では、なんか、オレンジ色っぽい、ベージュなのかオレンジかわからない色と、それから白と、緑の旗を、わざと出してきて、こういう風に変えるんだみたいな、パフォーマンスしてましたね。うん。だから、赤は、兄弟愛かな。だからそれが全部なくなったからさ、自由とさ、そして、自由と兄弟愛と、そして、なんだっけ、言い忘れた、さっき言ったっけ、それが、黄色みたいな、オレンジみたいな、ベージュみたいな色に変わって、それを抱えていた場面があったんですよ。だから、いきなりね、旗が変わったんですよ。そういう風に変えていきたいと思ってる何がしのものがいるのかなと思ったりしましたね。あ、ここでなんか悪魔出てるし、こういう悪魔をさ、象徴した、パフォーマンスもやってましたね、このヤギの。これは男でも女なんでもない、性別のわからない何者かなんですけど、ちょっとまずい、これすごい変なので、ちょっとここで、いやー、ちょっと怖い、なんか悪魔とか出てきてる、タワーとか、なんかフランス崩壊みたいな方向に向かってるのかな、これ。ちょっとどうなっちゃうんだろう、フランスという国は。これは潜在意識では太陽でいたいっていう、だから健在ではもう悪いカードが出てる。でも潜在では太陽でありたいっていうフランスなんですね。だから心を入れ替えればきっと良くなっていくと思うんだけど、今なんか人間入れ替えっていうかしてるんじゃない、上部の者たちがどんどん入れ替えられていく。そうですね、アメリカとも関係あると思うし、この後、アメリカの行方をちょっと見てみて、ですね。あ、これ違う。ちょっと何やってんの？私ちょっと、疲れてる。すごい疲れてる。ちょっとこれまた変なの出てるし、ちょっとさ、フランスを占ってるんですけど、これ全部悪いカードばっかりじゃない、これって怖くないですか、これ怖いカードばっかり出てる。見て、ご覧のように、あ、通ってタワーね。ただ太陽、潜在意識には見えないところでは太陽になりたいっていうのがあるんですよ。でもこう目に見えてるところは全部悪魔ですね、どのカードも。ただ今の状況のところに
一応、正義のカードが状況のところに出てるから、だから正義を持って何かしたいと思ってる人たちがいるってことは確かですね。だから、両極化してるからさ。ただ、目に見えるところは、どう見てもこれ、そう。悪魔ね。今度、立場の裏付けのところ、やっぱり、ジャスティス、正義出てるけど、今度逆で出てる。同じカードがこう出てるんですけどね。今度は反対になっちゃった。立場の裏付けだから、立場の理由ですね、これ。まあ、立場を見てみましょう。今の立場。今の立場はね、これ、教皇、パップだから、奉納ね。今立場、奉納が牛耳ってる感じ。次行きましょう。周囲見ましょう。なんかフランスについてさ、占うとかすごくない？周囲はね、運命の輪の逆位置。あとはフランスの持つ今の現状の恐れとかさ、願いについて見ていこうと思います。願い、どんな願いをフランスは持っているのでしょうか。そう、願いは、なんかまた、とんでもないもの。これ、リットエヴ。二人の、こう、恋人を持っている男性が出てきましたね。これは、結果ですね、今。今のフランスは、自由な国って言われてるけれども、結局、法の、とかさ、教皇に牛耳られてるっていう感じで、この先どうなるのでしょうか。エンペラー逆位置。では、占っていこうと思います。カードこっちに戻しましょうね。逆ってさ、あんまり良くないわよね。フランス崩壊みたいな。やっぱりフランス崩壊したらさ、何が出てくるかって、ロシアじゃない？では、タワーのカードの性質を見ていこうと思います。これ。今の理由ね、どうしてこういう状況にあるかっていう理由です。まあ、特にオリンピックをこうね、見てるんですけど、まあ、ハプニングっていうカード、そう、大失敗とか、そう、大事故とかさ、と場違いな服装とかそういう意味ですね。あと、周囲の反感を買っています。フランスのオリンピックね。そう。あらゆるトラブル続出。破壊的事件。自分の手で物事をぶち壊しています。分裂。二極化のことかな、これ。だから、二つのものが戦ってるって感じ、今、現在だから。どっちが勝つかっていうのが知りたいところなんですけど、なんか最後、悪いカード出てるからね。このまま行くのかな、また。失敗っていう意味ね、これ。で、そういう、どんどん悪くなってるっていうのが、それが、現状の裏付けですね。そして、まあ、現状なんだけど、一応、これ悪くないんですよ。ジャスティス？ちょっと待って。正義のカード。だから、正義を持って戦ってる人が今、いるの。その二つに分かれて何かを企んでるっていうか、お互いに。だから、どう見ても、このオリンピックはおかしいでしょ。わざと、
男性の性別の人をさ、女装させてボクシングで本当の女性と戦わせるとかさ、これ見てる人はおかしいと思うから、この先もしそういうふうな社会情勢に世界的に変わっていくとしたら、やっぱりそれは反対しますという人がたくさん立ち上がっていくと思うんですね。だからわざとやってるかもしれない、そういうパフォーマンスを、わざとそういうのを見せてみんなの反感を買うと、この先だから男性がさ、女子のトイレを使ったりさ、男性が女子だけの地下鉄のそういうね、コンパートメントに入ってもいいとか、そういうのはなくなるようにするのかもしれません。とにかく今はそうですね、二極化してます。そう、決断の時みたいな。で、そうですね。ですから、これはね、いい人たちのグループと悪い人たちのグループに今分かれて対立していて、そして何気に見せているっていうか、このオリンピックによって何が悪いかっていうものを見せるように誰かが働きかけているって感じで、悪い方が崩れていくかもしれませんね。ただ、わからない、すぐにそれが変わるとはわからないんですよ。とてもいい方もとても強力だし、悪い人たちも悪魔的に強い勢力なので、戦ってる最中、これフランス・パリで、だから事実上のわからないように戦争ですね、これって。だから、周囲の人たちがこうテレビとかさ、ネットで見ていておかしいと思ってると思うけど、絶対これはおかしいと思って、で最後にそう、その意味がわかるっていうか、人々に、一般の人にもわかるっていうか、そうですね。こんな感じかな。ちょっとこれ本当にヒーリングが難しい。あとはこれ悪魔の逆が出てるんだけど、これはね、ちょっと見てみましょう。そうですね、悪魔の逆位置が援助とか妨害に出ている。で、援助としたら、今までのその束縛、悪い者たちからの束縛がなくなって、そのいいものがこう出てきて、で人々を利用しようとしていた悪魔崇拝の人たちがどんどん衰退してるっていうね。そして知らないでその人たちの仲間となって、今まで悪だくみをしていた人たちも上層部でね、悪いことだと目が覚めてやめるっていう意味のことが言われています。そう、悪い状態が去ります。それで悪習慣が治るとかさ。あとはそうですね、最悪の状態は徐々に好転しますっていう感じ。だから今まではとてもお金の動かし方の上手だった人たちが牛耳っていたんですけど、利用されてきてた羊とか言われてた人たちも、知らないで羊だということに気が付かないで働かせられていた人たちも気がついて、で、自立心を持っていくってことですね。自分たちが立ち上がるみたいな。羊と言われてた人たちが、インデペンデントの精神に基づいて立ち上がっていくっていうことですね。では、パリの思いっていうか、これ、ドラゴンテールって、ドラゴンの尻尾出てますね。ドラゴンテールの聖地っていうのは、因縁っていう、ね、前世からの因縁とかいうふうには言われてるんだけれども、そうですね、タロットで言うと死神の逆位置の意味、愚か者とかさ、釣られた男とか皇帝とか悪魔の正位置、ちょっと待って、悪魔の正位置とか、そういう意味が持つんですけれども、そう、
テイルね、これ復活とかいう意味も入っています。情熱とか忍耐とかリーダーシップとかいう意味があります。あと執着ね。で、まあ今これはどこで見ているかというと、そうですね、妨害とか炎上のところ見てるからさ、あの前世からのそういう因縁で今の状況がパリ、フランスにあるということです。でそれはあの、まあ、あの火星とかのもっともっと昔からの因縁と言われています。あと土星の因縁と似た意味を持っているということもありますね。火星時代からの因縁ですね、これは。今のこのカオスは、そう、執着という意味なのね。だからどのようにこの後やっていくかということによって、人々がどのようなことを進めていくかということによって変わる。だから心を入れ替えるとかさ、そういう人が多くなれば変わっていくと思うし、ただ今までの人たち、有事ってきた人たちの力が強くなれば、また元に戻るっていうか悪くなっていくと思います。そう、だからそのね、どう 今がちょうど境目っていうか、どうなっていくかによって人々が気がつくかどうかっていうことによって、また地獄に落ちる可能性もあるって言われてます。で、まあこっち見てみましょう。太陽がね、潜在で、潜在意識、太陽、この奥底ではパリは、そう、勇気を持ちたいとか誇りを持ちたいと思ってるんですね。パリ、フランス大成功したいとかさ、独立したい。だから悪い者たち、例えばローマ法皇とかさ、牛耳ってる者たちから独立したいと思っているわけです。でも今思い切った行動をしたい、何か革命をしたい、そういうことが心の不足でフランスは思っています。こんな感じかな。まあ、これ潜在意識ね。だからうまくいけば成功するでしょう。次行きましょう。これね、あれ、私一つ間違ってる？これは読んだよね。読んでないカードある？これがこれ、これはこれ、これはこれ、これかな。逆位置で出てる、これ。トランペットのカードは。近い将来、近い将来、トランペットの逆位置。審判のカードね、これ。近い将来、ちょっと過去の問題がずっとまだ、そう、執着心とかいろいろな問題によって、なかなかうまくいかないということが言われています。取り返し不可能な失敗が起こります。復活することは無理です。回復は望めません。そう、そうですね、フランスまずいじゃないですか。これ悪いニュースが届きます。そして復讐心があるので戦うみたいな、だから2つに今なってるんですね、フランスが。で、決定的ダメージが起こります。突然の悪い変化が起こります。こっち行ってみよう。時間もないからね、早めに読んじゃうからね。ジャスティスの裏が、立場の理由のところに出ています。早めに読んじゃおうね、これもう切れる。立場 あの理由、それは成り行き任せに今まで進んできたということと、まあ、人のせいにするとかさ、他人を人のせいにして今まで来たとかね、規則を破ってきたとか、チームワークが乱れていたとか、そう、赤字になっても、経済的に赤字になっても人を利用してあの、ね、税金を上げてさ、それを使ってるとかね、こういう意味、フランス政府が。見えっぱりとかね。で、今は何もかもがはっきりしない状態です。
ていう感じ、だらしのない生活ぶり、それがフランス。じゃあこれ見てみましょうね。これがパップが、今の立場、パップってだからローマ法王とかさ、教皇とか、だからローマの、だからバチカンによって動かされているんですね、フランスは。うん、そう、金銭的援助をローマ法の、だからバチカンがしているみたいです。だから今赤字のフランスが助けられているということで、言うことを聞くしかないっていうか、言いなりになるしかないっていうか、そのローマ法の方に目をかけられているのがフランスなんですね。そう、そのだから有力者から援助を受けて、あの今の地位を築いているということが言われています。協力してもらっています。それ今のフランスの立場ね、まだ独立心がないっていうか、独立心を持たないと今のまま、まあ下辺っていうか、足かせさせられて、手かし足かせさせられて使われてるみたいな。じゃあこれが周りの周囲ね、周囲の者たちっていうところを見ましょう。運命の輪の逆、周りの人たちはあのとても腐れ縁の人たちの集団っていうか、その上部の人たちは、そういう人たちがオリンピックを開催していて、まあ、あの大出費をしています。だからお金はどこから出ているかっていうのを考えてみてくださいね。大出費をしてこのようなあの意味のないことをやっているっていうことが言われています。あ、オリンピックもなくなるのかもしれませんね、そのうち。うん、でここで思いがけない失敗があります。で、新しいこと、革命をするにはちょっとまだ早すぎる状況にあります。だから革命をしてよくしていきたいっていう、ようをね、直したいっていう人もいるんだけど、ちょっとチャンスを逃しちゃいましたみたいなね。なんなら協調性がないから、みんな違うこと言ってるから、あのバベルの塔みたいにみんな違うこと言ってるから今。早めに行かないとこれ切れる。あと1分ぐらいで切れるかもしれない。で、まあ、これは妨害のところも言ったから、これなんだろう。恐れですね。恐れと、あと希望。まあ、希望はさ、2つに今二極化されていて、そのうちの1つを選びたいと思っている人たちがいるってことと、そう。そして、まあ、チームを組んで革命を起こしたいと思っている人がいるってことと、これは二極化されてるの。このね、女性ね、悪魔の黒い服を着た女性と天使の白い服を着た女性がいるでしょ。で、真ん中にこうフランスのさ、上部にいるね、男性がいて、選べてないってことをどっちにしようかなって、はい、そういうところでどうしてか分からなくて、でも、そう、恐れは悪魔を選んでしまうのかなっていう恐れですね。で、願いは天使の方を選びたいっていうのがあるんですけど、まあ、お金の問題もあって、今、赤字とかもあって、協力してくれてる国があるから、その人たちの言いなりになってるっていう感じかしら。では、最終結果を見てみましょう。皇帝の逆が出ております。結果は、結局、生活通力っていうか、経済的に赤字になってしまうので、言いなりになるしかないみたいなことが言われています。だから、バチカンとかの。今のところね、今年のことを言ってるのね、来年はわからないよ。それで、責任を取りたくないので、まあ自分は責任を取らないけれども、まあ周りの言いなりになって、これからもなんか無気力なまま続けていくみたいな。そう。で、まあ実現不可能な将来とかさ、あと仲間との喧嘩とか、仲間の意見、いいことを言ってくる人がいたとしても聞かない、聞く耳はないので、それで無視をします。そんな感じ。暴力を振るったりっていう意味のあるカードです。全てが悪く変化します。大失敗します。
っていう大出費っていうのが最後のフランスのね最後の結果です。はい、今日はどうもありがとうございました。来週はどうなるかちょっと見てみようかな。これは今週の占いなので今のところこんな感じですかね。はい、どうもありがとうございました。じゃあおー。